はい、こんにちは。SYK 代表の北野です。今回はですね、創業1年で億超えをした僕が語る年商1000万円から億超えまでの具体的な期間とその過ごし方というテーマでお届けをしていきたいなというふうに思います。ではですね、この動画を見てくださっている方でもですね、まあ今まだ年商1000万にまだ到達してないよっていうですね、方から、まあ1000万から3000万ぐらいまである程度いってるよっていう方、そして3000万から億超えを狙っていきたいんだよねっていうこの3つのですね、まあ層に分かれると思いますので、まあそれぞれのレベルに応じてですね、まあどういうふうにその時期は過ごしていけばいいのかであったりとか、この時期はどういうふうなことを気をつけて過ごしていけばいいのかっていうのをですね、まあ、順番にお伝えをしていきますので、まあ、このレールっていうのはあくまで、まあ、我々僕自身もですね、まあ、通ってきた道でもありますので、まあ、実際にうちは、まあ、創業1年目で1億いく過程でもですね、もちろん、1000万を超えたタイミングであったりとか、1000から3000を超えたタイミング、そして3000から億超えを狙っていたそのタイミングでですね、まあところどころで意識していたポイントっていうのをね、まとめておりますので、ぜひね、この動画を最後まで見ていただけたらというふうに思います。では、まず早速ね、ポイント1、年収1000万円までの具体的な過ごし方ってことなんですけども、これはですね、結論、まあ、型通りにやれば1000万レベルっていうのは誰でも根性でいけるよっていう、まあ、話で、まあ、もちろんこれは型通りって話ですね。まあ、うちの学科とかだったら、もちろん LINE の配信24個プラス8テーマのテンプレートとか、まあ、Twitter 9つのテンプレートとか、Instagram 15台とテンプレートとか、まあ、そういったテンプレ通りにある程度、まあ、型があるので、それ通りに焼けば、まあ、集客であったりとか、あとは、うちの場合、営業のトークスクリプトだったりとか、まあ、そういったね、型通りやればね、まあ、1000万ってのも集客して、そしてセッション持ち込んでからの販売っていう形で、まあ、売り上げは、まあ、ドカッと上がると。だから、1000万ってのはね、そこまで難しくはない壁ではあるんですけども、まあ、年収1000万まではね、まずは徹底的によそ見せずに、もうホームページ集客とかブログ集客とかではなくても、SNS だけをとにかくね、集客をひたすらやり込んでいくと。まあ、いうのが、まあ、すごい一点重要かなと思います。まあ、今すでにね、ちょっとブログもやってるよって方はね、まあ、それも、全部捨てろとは言わないので、まあ、それもやりながら、やっぱり SNS っていうのは要になってくるので、もう SNS 集客に一点突破で徹底的にやり込んでいくと。まあ、いうのが、ま、すごい重要かなと思いますね。で、そこからやっぱリストビルディングといってですね、まあ、今だったら、ま、LINE アット。まあ、メルマガ今やってるって人は、ま、イメージとしては、ま、SNS かメルマガみたいなイメージで、まあ、SNS か LINE にも誘導をかけていくと。まあ、いうところで、そこからね、しっかりと仕組み化をして、ま、売り上げを上げていく。まあ、いわゆる SNS か LINE からの販売とかね。まあ、従来でいう昔だったら、ま、ブログからメルマガ販売っていうね、まあ、流れだったと思うんですけど、これが今じゃやっても SNS、LINE 販売っていう形の方がね、まあ、圧倒的に早く売り上げが上がりますので、まあ、これでしっかりと SNS を徹底的にやっていく。っていうのが、まあ、1000万までの、まあ、過ごし方なんですね。で、1000万に関してはですね、もう本当にこれしか言うことなくて、決定的にいかに SNS の本質を抑えて SNS を使った集客、販売のマーケティングをテンプレ通りにやるかっていうところなんですね。で、じゃあ逆に1000万から3000万までをですね、超えていくためにはどうすればいいのかっていう壁で、この1000から3000の人っていうのはですね、次なる課題っていうのが出てくる時期なんですよね。で、それが何かっていうとですね、これです。めちゃめちゃ忙しくなるってことなんですね。めちゃめちゃ忙しくなります。1000から3000万っていうのは、どれぐらい忙しくなるかっていうとですね、まあ当たり前なんですけども、クライアント数がやっぱ増えるわけですよね。まあもちろん一人顧客単価20万円でセッションしていた人とかだったら、まあコーチコンサル系の人とかね、まあそういう対人支援型ビジネスの場合だと、まあ20万円だったら50人クライアント抱えて1000万なわけですから、50人クライアント抱えている、それだけのクライアントやっぱ結果を出させてあげるためのそのマネジメントとかサポートとかコンサルだったりとか、あとはその顧客管理であったりとかもそうだし、それプラスアルファでクライアントのサポートだけじゃなくて自分自身も情報発信をしたりとか、動画を撮ったりとか、インスタやったりとか、ブログやったりとか、営業も自分でやってね、そして入金管理もやって、契約書の発送もしてっていう風な形でやるとですね、まあもちろんこれでめちゃめちゃやっぱ忙しくなるわけですね。まあ僕自身も以前弊社 SYK をですね、創業する前フリーで、まあ、心理コーチとしてビジネスやってた時ってのは、まあ、1000万超えてあたりからめちゃめちゃやっぱ忙しくなるわけですよね。で、そうなった時に、やっぱこれ仕組み化していかないとやばいな、じゃないと売り上げってどんどん落ちてくるんですよね。だから逆に1000から3000超えたとか、1000超えて喜んでると逆に売り上げって落ちてくるんですよ。なぜかっていうと今度忙しすぎて、日々の自分のマーケティング業務に集中できなくなってしまうからっていうことが原因なので、じゃあそこを仕組み化していくためにどうすればいいのかっていうと、まあ、大きくはこの2つですね。まず1つ目っていうのが、まあ、この事務と作業は外注です。事務と作業はもうお金払って人に任せる。まあ、例えばですよ、本当にちっちゃいところで言うと YouTube のサムネイルをもう1枚500円で任せていくとか、もそうだし、YouTube の動画編集を任せていくとかね、まあ、一番最初は自分で やるのもいいと思うんですけども、そういうのを任せていく、入金管理も任せていくとかっていう風な形でやっていく。じゃあ逆に自分の仕事は何かって言った時に、これやっぱりですね、集客とセールスは自分で集中してやる。だけどその代わりには、まあ、集客とセールスとサポートは自分でやるけども、それ以外の事務作業はもうできるだけ外注して任せていくと、まあ、時間がやっぱり増えていくわけなんですよね。でその時間を使ってよりですね、まあ、自分情報発信の質だったりとか、まあ、お客様のね
まあ、ニーズをリサーチする時間っていうのはしっかりと確保できるから、それによって集客できるお客さんの質であったりとか、そして営業にもしっかりと時間を割けるから、まあ、売上がね、1000万止まりだった人がまあ2000万3000万って、まあ、うちのクライアントさんとかでもね、まあ、そういう形で仕組み作りをして時間を作って、その間でよりまた情報発信と営業を強化していって、まあ、3000万超えっていうのを果たされてる方結構多いんですけども、こういう環境作りっていうのをねしていくことができるので、やっぱこの段階になってきたらちょっと外注を考えた方がいいかなと思いますね。で、この SNS をですね、まあ、集客の場合だと、このね、最終的にはこの3000万超えするためには、今やってる自分の SNS の集客の情報発信とかも、ぶっちゃけインスタとかツイッターっていうのは、まあ、これもやっぱお金を払って外注するっていうのがやっぱ早かったりするんですよね。で、まあ、うちの場合とかだったら、この SNS マーケティング学科っていうのは、実はですね、8期からはですね、まあ、うち SNS の運用っていうのも、うち、まあ、学科の中に特典として1個ついてるので、まあ、そのね、学科にご入学いただいた方とかはですね、基本的にまあ、お金を払って新しく SNS の運用を任せるって必要はないんですけども、まあ、SNS の運用を他の人に任せていくとかっていう形でやると、インスタとかツイッターとか情報発信をする時間も浮くから、その空いた時間をさらに使ってもっといろんなことができたりするわけですね。まあ、もう1個ビジネスの柱を作っていったりとか、まあ、まずは自分のビジネスの柱をがっつり固めるために、まあ、ちょっとオンラインセールスを自分にちょっと時間を割いてやって、とかセミナーに時間を割いていったりとかね、っていう風な形で仕組み化をしていくっていうことがまあできるようになります。で、そうするとですね、次営業も実はね、ゆくゆくは任せていくことっていうのが可能になります。まあ、今すぐとまでは言わないまでもですね、まあ、やっぱりうちもそうだったんですけども、まあ大体売上が3000万4000万を超えてきたらですね、まあセミナーだったりとか、その個別相談とかっていうのをですね、まあ担当の専門のコンシェルジュにやっぱ任せていくっていうフェーズになると思いますね。で、そういうができるようになるとですね、自由な時間が増え、やはりですね、社長業に集中できるから、基本的にそのマーケティングの戦略を考える時間が増え、結果的に売上も上がるという話になります。まあ、うちのやっぱクライアントさんとかでですね、まあ、元々うち入った時で、まあ、月商で、まあ、100前後ぐらいだった方でですね、まあ、うちを卒業した後、まあ、年商で5000万規模まで成長して伸びたあのクライアントさんとかもやっぱいるんですけども、やっぱこういうところをどんどん任せていくことによって時間を増やして、その時間を使ってさらに売上を上げるっていう、まあ、こういう風な形で売上をどんどんやっぱ増やしていってるっていうイメージなんですよね。なので、ただそうは言ってもですね、やっぱ営業に関しても一番最初はやっぱ自分が時間を割いて営業していくことによって、やっぱお客さんの悩みっていうのがですね、直接ヒアリングできる。だから営業ってのはすごいですね、まあ1000万から2000万ぐらいまでは、まあ、自分でやった方がいいかなと思います。で、そこでしっかりとデータを取る。そして、ある程度2000万超えてきた段階になってきたら、そこからね、振っていくと、営業も人に任せていくっていう風なね、流れっていうのが一つ目安としてすごいんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、次最後3つ目がですね、じゃあそこから3000万から億超えはどういう風にしていけばいいのかっていうフェーズの話をしていきます。で、これはですね、もう極論から言うともう2つしかなくて、集客力最大化させて、制約率を最大化させる。もう基本的に売上上げる公式っていうのは、もう、見込み客リストかける単価かける制約率になりますので、見込み客リストを大量に集め、そして制約率を最大化させれば、それを売上を最大化させることになりますよねっていう話になります。まあ、もちろんその過程で、まあ、一番制約率を最大化しやすいような単価っていくらなんだろうなっていう、その価格テストっていうのもね、やっていくフェーズではもちろんあるんだけども、まあ、基本的にはこの集客をまず最大化させるってことがすごい重要ですよね。じゃあこの集客を最大化させるってなったら、SNS と広告なわけですよ。で、そうは言ってもね、まあ、よくそのもちろん3000万個億超えに出していくってなった時に、ちょっと広告やろうかなって思い始める人結構いると思うんですよね。で、昔広告やったけど思うようにリストが取れないとか、広告やったけどもなかなか見込みのお客さん取れないとか、広告にお金かけた割には売上上がらないとかね、まあ、もちろんそういう悩みを抱えている方もいらっしゃると思うんですけども、結局それはですね、広告一点張りでやってしまうっていうのはやっぱすごいリスクって話なんですね。じゃなくて、うちもそうなんですけど、基本的にうちも広告やってますけど、やっぱ SNS があっての広告なんですよ。で、この二つがうまく両輪が回るようになると、すごい売り上げって安定します。どういうことかっていうと、やっぱり広告かけるとすごいリストって集まってくるんだけども、それだけじゃなくて、やっぱり SNS を使った無料での集客での、集めたリストの方が、広告で集めたリストよりも、やっぱり見込みが濃いわけですよね。自分の発信を読んで、インスタの自分の投稿を読んで、自分の価値観に共感して、LINE に登録していただいたお客様の方が、パーンとですね、ポップアップでできた広告をクリックして LINE 登録したお客さんの見込み濃いんですよ。だから、SNS の方がもちろん制約率は高いわけですし、まあ、LTV も長いわけですね。なので、広告だけってのはすごい危険で、発想としては、まあ、広告も大事なんだけど、やっぱり基本は SNS と。で、広告も代理店に任せて、で、SNS も行くからね、そういったクリエイターとかに任せていって、で、ただ SNS と広告が両方回ってる、こういう状態をキープしながら、自分はですね、この SNS をまあさらに強化していく。まあ、いわゆるフォロワーが増えていくと、それだけ知名度が増えるわけですから、影響力をやっぱ持っていく、媒体に添えていくってのもすごい重要なんですね。なんで、3000フォロワーから1億、3000万から1億超えを狙っていくためには、まあ、やっぱインスタフォロワー最低でもやっぱ5000フォロワー以上っていうところ、
まあ、ある程度そのフォロワーっていうのが牽制につながったりとか、まあ、広告であなたの名前を見てそれを今度インスタで検索した時にそのアカウントがちゃんとできてなかったら育ってなかったら、あ、この人ちょっとしょぼいじゃんって思われてしまったりとかね、まあ、逆ブランディングにもなりかねないので、やっぱり SNS を強化していくっていうのは知名度戦略としてもすごい重要、牽制戦略としてもすごい重要だし、さらにそこからの集客したリストっていうのはめちゃめちゃ成功率が高いので、あの SNS と広告、この両輪をしっかりと回していくっていうのがまあすごい重要になります。で、何度も言うんですけども、まあ、広告だけではなくてですね、まあ、SNS からやっぱ売れる仕組みっていうのを作ることで、やっぱり利益率全然変わってきます。まあ、広告とかでもね、もちろん100万広告かけて300万売り上げ上がったってもいいんですけど、SNS で売り上がった300万の売り上げって、もう純の300万ですから、経費かかってないわけですよね。なので、めちゃめちゃ利益率が高いわけですよ。なので、よく会社さんとかでも、まあ、結構英会話の教材販売とかしてる会社さんとかですとですね、まあ、やっぱ話聞いてると、利益率ベースで言うと、もう売り上げの半分が広告費ですみたいなね。もう広告費で500万かけてそれで1000万の売り上げを作ってるんですみたいなね。ってことはもう1000万売り上げ上がってもそこのうちの500万は広告費ですよね。広告費でまず削られます。じゃあ利益500万かと思ったらその500万からさらに固定費とか人件費の払い出しがあるから結局1000万売り上げても残るのは100万ちょいみたいなね、まあ、結構薄利なビジネスになりがちなんですけども、それをですね、SNS を使っていくことができたら、じゃあ例えば1000万の売り上げのうちね、まあ、広告費は200万ですと。で、200万の広告費で、まあ、そこから500万売り上げ上がった。で、プラス SNS が500万売り上げが上がったらですね、広告費のコストって本当にビビたるもので、利益率がめちゃめちゃ大きくなるんですね。わかりますよね。なので、儲かってるところってみんなやっぱ SNS が強いんですよ。まあ、うちもそうです。で、うちも SNS からバンバン売れてるし、もちろん広告からも売れてるんですけども、まあ、こういったところで SNS を取り入れているのといないのでは、もう利益率がもう全然変わってくるよっていう話になりますね。はい。なので、よくあるんですよ。まあ、よく売上至上主義の人とかね、まあ、もちろん年商1億はすごいんですけど、年商1億いったぜって言っても利益全然残ってない人と比べたら、年商5000万だけど利益で4000万残ってますよの方が強いわけですよ。で、そっちの方がお金持ちですからねっていう話になりますと。で、次にね、この制約率も最大化するっていうところで言うと、まあ、セミナーとか個別相談をやっぱ改善していく。まあ、こういったところにもね、ある程度、まあ、SNS の人に任せて、広告も人に任せて、事務作業の人に任せていくと時間が増えるので、その時間を使って、皆さんやっぱ社長業なので、全体を見たときに、例えば制約率を最大化させるためには、例えば LINE の配信のここをもっと改善したらいいんじゃないかとか、営業のここを改善したらいいんじゃないかっていうような目線で、売上成果に直結するマーケティング戦略の改善と、そしてクライアントサービスのサポートっていうところに、ね、時間を集中して投下していくことができるようになりますので、まあ、ぜひですね、まあ、最終的に億超えするためには、まあ、集客は広告と SNS を両輪を回して、集客力を最大化させていくことと、制約率を最大化させていくこと。そして、まあ、もちろんもっと細かい話をするね、その LINE の配信からの売れるまでの流れを自動化して仕組み化していくこともすごい重要だったりもするんですけども、まあ、この2点にね、集約されるよっていうことになりますので、まあぜひね、こういったお話を踏まえた上で自分は今どのレベルの段階にいるんだろうっていうのをね、考慮していただきながらぜひね、まあこれからもですね、行動ぜひね、進めていっていただけたらすごいいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでね、今回の動画少しでも勉強になっているヒントになっているという方はぜひ高評価ボタンとね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ということでね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。